光る一乗寺光る、ハマちゃん、オリビエ、伊藤さん、ショーリン、オニール大佐、大粒ちゃん、菅野さん、テンさん、メンマッチャ、モリシン、トラック野郎さん、こんばんは。奈良ももっかさん、ペッケ、ゴン太郎、ひのにゃまる、池様、ムン、羽馬、ピアノマン、アイジー、ワカ、こんばんは。ありがとう、メリクリーですね。メリークリスマスイブ、ありがとう。ツッチー、ユーズル、マコト、マックスエイト、セイちゃん、エアロ、サヤリンリン、ホンベ、オカマメ、タマイチ、カリー、ケリーさん、ヒカル、AK、シンクンタンさん、ヨシオ、ディアス、こんばんは、ありがとう。テーマ、ユキ、ありがとう。テンさん、プレゼントありがとう。ジェームス、サトシ、アキラくん、こんばんは、ありがとうございます。カスピエル、こんばんは。大粒ちゃんも、ユキ、ありがとう。サンタになった。テーマもプレゼントありがとう。佐々木隆、しんくんたん、ゴン太郎、ランチュー、シロン、トラック野郎さん、こんばんは。あ、たま、ゆきありがとう。たかさん、テーマプレゼントありがとう。プレゼント、たまちゃん、かわいい、ありがとう。なるくん、ゆきありがとう。なべちゃん、富士さん、アイロハス、アイジー先生もプレゼントありがとう。モフピー、モフピーケニア、ありがとう。リエスもプレゼントありがとう。オリビエもありがとう。ピアノマン、キーありがとう。リエスもピケさんもプレゼントありがとう。ダクくん、アヒルさん、ありがとうございます。スペースゴー、バラ、ありがとう。先生もありがとう。プレゼント、クリスマスプレゼントだ、イエーイ、嬉しい。エダックくん、ユッキー、ありがとう。アディアス、スノードーム、ありがとうね。スノードーム、タッキーさん、ありがとう。ユッキー、エダックくん、テンさん、ユッキーじゃなかった、プレゼントありがとう。モフピーキー、ありがとう。エオニール大佐、ユッキー、ありがとう。トシロー、こんばんは、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。近いし、プレゼントありがとう。テンさんもラブレター、ありがとう。サッキーさんもプレゼントありがとう。先生、ユッキー、ありがとう。ノノッチ、ケリーさん、こんばんは、ありがとうございます。トナカイ、そう、去年トナカイだったね、そうだ。先生、テンさん、プレゼントありがとう。タカさん、そのどもありがとう。ナベちゃんもプレゼントありがとう。モフピキ、ありがとう。いや、もう今年もあっという間にクリスマス、そう、去年のクリスマス配信ね、覚えてるんですけど、もうそこから1年経つのって思って、うん。トラックエラさん、プレゼントありがとう。ナルクも似合う、ありがとう。似合う嬉しい、ありがとう。横浜のタカちゃん、お疲れ様です、ありがとう。嬉しい、ありがとう。でも私も一目惚れした、このこれルンルン、こんばんは、ありがとう。ニュータイスプレゼントありがとうね。髪の毛、あ、そうだ、髪の毛染めた、そうだ緑とかにした。ヒカルンプレゼントありがとう。ダックくんも、スナドもありがとうね、ありがとう。トラックエロさん、かわいい、ありがとう。かわいい、そう、1年早い。朝日さん、こんばんは。猫サンタ、これな、なんだろうね、猫かな、狼かな、なんだろう。髪こないだ切った猫、猫かな、黒猫、黒猫サンタかな耳がついてます、帽子に。で、なんか基本なんか、ヒカルも、プレゼントありがとう。ダクくんも、キュン、ありがとう。キュン、メンマッチャ、ガラナニョロロ、プレゼントありがとうございます、ありがとう。ダクくん、キュン、ありがとう。サッキーさん、かわいい、ありがとうね。トマトアイスさん、こんばんは。トマタコ、こんばんは。アニュータ先、ありがとう。あ、ディアス、武将殿のエラ、ありがとうございます。嬉しいよね。ヒロニアマル、プレゼントありがとう。ありがとうね。ヒカルも、だるま、ありがとう。クリスマスだるま、ありがとう。先生、スノードもありがとうございます、ありがとうございます。そう、もう、嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうね、みんな
配信に集まってくれて、本当に今年も配信見に来てくれて嬉しい。この間のヒカペ配信以来かな。そうだよね。ヒカルダルマ釣りありがとう。エデイさんキーありがとうございます。ねまっちゃんも可愛いありがとうね。んね、そう、あのヒカペ配信もすごい楽しかった。みやびちゃんとお話できて、エロマタコプレゼントありがとうね。そう、明日も配信しようと思って。としろうさん雪ありがとう。雪の結晶、明日も7時、あ、違う、間違った。明日は夜の8時15分くらいからしようかなって思ってました。そう、エビ PM 雪の結晶ありがとう、ありがとうございます。オリンピックプレゼントありがとう。そう、サトシ2号こんばんは。マスユキこんばんは。かわいいよね。なんかもう着たいから着ちゃったって感じです、今回の。あの、まあ、いろんなね、まあ、サンタのこじやすこんばんは、よしおんこんばんはね、嬉しい。来てね来てねって言ったら、エディアス雪ありがとう。ひてなまも、プレゼントありがとう。そう、なんかもう圧倒的にダントツで可愛いって思ったのがこれで、そう、なんか陳列の仕方もなんかこれがもうドセンターにあって、あたかもこれが一番推してますみたいな感じで置いてあって、で私ももうそれが真っ先に目に入って、で他のをねいろいろ見比べてみて、どうかなどうかなっていろんな点をねこう比較して、めっちゃ悩んだの。なんかこうやってずっとそのサンタ衣装コーナーずっとこうやってなんか一人こうやって真剣にねずっと見てる人だったんですけど、そうで2日間ぐらいかけたの。その日は1回持ち帰ろうと思って1回持ち帰ったの家に、うん、その日は買わずにね。カネウトンさん、プレゼントありがとう。そうで、でもでその晩一晩考えたんですよ、どうしようかみたいな。そう悩んでそうで、やっぱりあの衣装が一番可愛いって、そう心に決めて、そう別日にねまた。そうなんです、はい、自分の中で何度も会議して。そうだよね、一回さ持ち帰るとさ冷静になれるじゃん、なんかそう、あれあの時の熱量はみたいな、でも冷めなかった。この衣装への熱は冷めずに、そう、テンさん似合う、ありがとう。そうなんです、そう、でも自分で決めた、一人で。そう、売り切れてなかった、まだいた。そう、売り切れてたら嫌だったなって思ったんですけど、うん、まだいた、だからまだいたからこそ、あ、やっぱり君なんだって、やっぱり君なんだねってなって、あの納得して買いました。そう、ニール対策金ありがとう、マフィーも金ありがとう。そうなの、ヨニールテイさん結婚してありがとう、結婚してテイさん今日ありがとう。君がいい、売り切れドキドキ、いやした、私もすごくドキドキした、でもその時はその時かなって思っちゃった。そうなんです、テイさん今日ありがとう。なんかスケジュール的にもなんか今日買わなきゃもう買う日もないとかだったら即決で買う時もあるんですけど、まだ時間があったんです、その時は。一回持ち帰ろうと思って、先生、オーナメントありがとう、たまちゃん、流れ星ありがとう。スピエルも、プレゼントありがとう、ありがとうございます。そうなんです、ダック君、ラブレターありがとう。そう、運ですね。運頼み。そう、
まあ、一番どの点が惹かれたかな。え、オニール大佐プレゼントありがとう。うん、決め手はでもなんか形が可愛かった。もうそう、この袖の部分もね、みんなコメントで書いてくれてたけど、このレースっぽい袖の部分も可愛かったし、あとこのチェックの感じのサンタの衣装もいいなと思って。ルヌ、プレゼントありがとう。そう、これまでのサンタは結構赤一色って感じのが多かったんですけど、たまにはこういうチェック柄のサンタもいいなって思いまして。そうなんです。そう、ふわふわ、このふわふわもね可愛いしね、 AKB っぽさがあるあとこのチョーカーも可愛いって思った。なんかこれ結構良くないチョーカー可愛い、うん、チョーカー良き、まあ、あと帽子もねチェックだしね。もう私サンタの帽子何個持ってるんだろうってくらい持ってるかも。何個だろうな、5個ぐらい持ってるかもしれない。これで5個目とかそう、なんかそれぞれちょっとずつ違うかも、うん、5個4個、うん、サンタのことならお任せそう、そう、でもね、でもこんばんは。でもね、似合うかは分からなかったから、そこはちょっと賭けだった。もうほんとパッと見で、あの見た目でもう好きってなってそう選んじゃったから、自分に似合うかっていうのもそれもね一応考えたんですけど、でももうこの衣装以外考えられないってなっちゃって。え、みっちゃんこんばんは。そうだから、もし本当にもう絶望的に似合ってなかったらどうしようとは思ったんですけど、まあ、この画面上だったらいけるかなみたいな画面上だったらなんとか成り立つかなって思って着てます。はい、そうそうそう。でこれを着てね、なんか街中を歩くとかは無理ですけど分かんない、歩いていいか分かんないけどそうそう、これを着て何かするっていうのはちょっとあのハードルが高いですけど、この画面の中だったらいけるかなそういう、それでよし着ようってなりました。光る鬼の体操かわいい、ありがとう。なるくん似合う、ありがとう。ありがとうございます。キックさんこんばんは。村吉さんプレゼントありがとう。うんそう、この画面の中だけです。ローガンさんこんばんは。コジーさんこんばんは、ありがとう。ねえ、本当にそう、今日はあのインスタでもサンタの帽子をかぶってモリーのを持ってっていうクリスマス投稿をしたんですけど、そうだからこれをインスタに載せるとかはちょっと難しい難しい、それはちょっとハードルが高い、うん、まあ、あのファンルームには載せますけど、はい、配信終わった後ね。えダックくん、プレゼントありがとうファンルームには載せるよ。ファンルームには自撮りっていうか、まあ終わった後に載せますけどそう、あと TikTok にも載せるかな。 TikTok にもTikTok で、あのの曲の投稿を載せようかなって思ってるので、はい、もうこのクリスマステンションで行っちゃおうと思って、はい、え毎度こんばんは。毎度より中引き、より中引き引きが気が無理でした。待ってます。うん、待ってて。さっきさんかわいい、ありがとうそうフ
いや嬉しいです。私も勝手にテンション上がっています。みんなが優しく似合ってるねって言ってくれて、やったーってやったーってなってます。たかくんいいねありがとう。たかさん、てんさん、ゆきありがとうございます。ありがとう、似合ってるねカタカナね、なんかやっぱりこのクリスマス配信があるとクリスマスがやってきたって感じはします、私、うん、よっクリスマスしますね。もう何年もねクリスマスに配信をさせていただいて、やっぱよっここがクリスマスやっぱそんな気持ちになりますよ本当に、うん、先生にありがとう。カスピエルプレゼントありがとう。そうです、いや今日は今回は本当にお気に入りの衣装も着ることができて、はい、ガララニョロロユキありがとうサンタテンさん、プレゼントありがとう。そう、今年もクリスマスを無事迎えることができました。みんなのおかげで。ありがとう。よかった。ディアス、ユキありがとう。ありがとうございます。こちらこそ、うん、ね、みんなのとこは寒いかな。タカさん、キューありがとう。ちなみにこのモフモフはアレンジです。これはもともとついてなかったんですけど、他のコスプレでこれがあってつけました。なんか合うかなと思ってえ、大粒ちゃん、プレゼントありがとう。なんかさ、みんなはすごい優しいからさ、こう寒そうって心配してくれた、今日はまだないの、寒そうってコメントが、そう心配してくれたりするので、ちょっと少しでもこう温かみのある要素を加えようと思ってつけたんですけど、そう今日珍しくなんか寒そうっていうコメントがまだないかも大丈夫です、ちゃんと暖房も暖房もねついてるので大丈夫です、寒くはないです、はい、ね、やっぱふわふわ、このふわふわもふもふの効果が大きいのかしら、うん地獄嵐さんこんばんは、コデさんこんばんは、ありがとう。でもなんか寒そうに見えないってことだよね。え、成功成功です、はい、大成功です。そう、なんかこんなに寒い真冬にねって思われるかなと思ったんですけど、大丈夫だった、成功ですケリーさんこんばんは、安彦こんばんは、岡岡ちゃんさんこんばんは寒そうにしてなかったからかな。まゆたんこんばんは。レマちゃん似合う、ありがとう。似合う、ありがとう。メリクリー、あ、メマちゃんストーブリュート温まりまーす。ちひこさんこんばんは、てんさんも焚き火ありがとう、頑張ります。あ、先生も、ストーブありがとう、頑張ります。タワー、え、え、せいちゃん、え、アイス、プレゼントありがとう、クリプー、最近はクリプーっていうのか、ありがとうせいちゃん、クリップタワー、ありがとうございます、感謝
ありがとうね。クリップタワー、あ、クリップタワー、アイスタワー、クリップアイスタワー、ありがとうございます。嬉しい。アイス、寒い日こそアイスが食べたくなっちゃいますよね。本当にぬくぬくしながら。エリアス雪、ありがとう。いいよね本当に。ありがたわです。ナナミラブ、プレゼントありがとう。ずっと応援してくるがね、嬉しい。せいちゃんありがとう。ずっと応援してけろ、ありがとうね。ナナミラブ、オニール大佐プレゼントありがとう。クリップ、クリップというかクリップありがとう、ありがとう。あ、テンさんもクリップありがとう、ありがとう。嬉しい。あー先生、あ、すごい、いろいろ出てきた。先生もクリップありがとう。タカさん、キュー、ありがとう、ありがとうございます。ドマさんこんばんは。アディアスもクリップありがとうね。いやー、テンション、なんかさ、やっぱサンタの衣装、衣装というか帽子とかサンタの格好ってなんかこう可愛らしくなれる可愛らしくなれるね、サンタ効果ってあると思います。私、はい、あると思うな、サンタ効果の力。うん、ね、本当ありがとう、サンタ、サンタ様様ですね。もう何割増しにもこうね、よく見えるありがサンタありがサンタ。いや本当、あのメンバーのさ、インスタとかも見てて、かわいい、かわいいってな。うん、そうです、サンタ効果ともやさんこんばんは。ね、そうね、今日の SNS はサンタでいっぱいですね。幸せな SNS。 今日なんか、あ、そう、初めてマグネットネイルっていうものをしてみた。キュンキュンキュン、なんかこうやってね、なんかマグネット、マグネットパウダー、砂鉄みたいなパウダーを乗せて、こう磁石でこう磁力でこうやってこう自由自在に動かしてっていうデザイン流行ってるらしいだいぶ前から流行ってるの知ってたけど初めてやってみた言う、それだけ。健太次郎さんこんばんは。え、ダク君流れ星ありがとう。そう、それだけ、ありがとう。磁石はもうくっつかない。ああ、どう、もうくっつかないと思いますね。そこまでの磁力はないかも。うん、吸い寄せられる。はい、ということで、まあ、あの格好はクリスマスっぽいんですけど、もうちょっとクリスマス感出そうということで、ツリーをツリーを飾ります。ツリーを飾ります。クリスマスらしさを
まあ、十分ねこのショールームのこの背景でこうだいぶねクリスマス感出てるんですけど、クリスマスツリーを飾ります。これまだこのままだと平面です。ペラペラのツリーです。これがこれがなんか円柱状、円錐状みたいな。あ、簡単。お、簡単。すぐできます。こう開くと、わあ。リプレイ。リプレイ。わあ。ダックくん、流れ星ありがとう。でこれをつけて反対側もわおー、これでもう平面ペラペラのツリーではなくふさふさのツリー、ジョイジョイになりました。気になった。ありがとうさ、可愛いありがとう。これをね、剥がしてここにあの両面テープがついてるんですけど、これを剥がして2次元が3次元、確かに立体的になった。立体的になったよ。やっぱりあの爪短くしたばっかりだから。めくれない。ね、お手軽に飾りが剥がし。お時間です。あ、なかなか剥がれないですね。お時間です。粘ってる。え、手ごわい。お時間です。あ、いけた。あ、オッケー、剥がれました。無事。はい、片面出禁になっちゃう。はい、ではこちらもうちの面もお時間です。お時間です。はい、やっぱ1回目のお時間ですじゃ剥がれないですね。タカさん、雪ありがとう。先生、お時間です。お時間になりましたよ。当然次の方がねお待ちなのでね、申し訳ございませんが、ちょっと、はーい、あ、わかりました。お時間です。すいません、やっぱ短めの一番下が難しい。お時間ですよ。上が来ちゃいますよ。上の方が来ちゃいますよ。時間ですよ。あ、行きましたね。はい。確かに初めての剥がしの方かもしれない。剥がしとの勝負。はい、出来上がり。ツリーです。ツリーの完成。イエイ。
釣り釣り、そうで、これをこの辺に飾ろうかな。こっちにしようかな。こっちにします。壁にね、お決まりの壁に貼ります。クリスマス感、クリスマス感が、あっ、この辺かな。よいしょ。この辺、この辺につける。その辺また剥がれそう。そのうち落ちるかもしれない。あ、もう一個、もう一回ぐらいつけよう。バカキュー、ありがとう。キュキュ、ありがとう。お、だいぶ安定した。いいね。釣り。あ、ありがとう、バカキュン。キュンだよ、ありがとう。フィルマはクリップありがとう。クリスマス感増しました。増し増し増しました。アイスブルーの瞳、こんばんは、元気出ました。キュンキュン、ありがとうね。わかん、キュン。モフビーだるま、ありがとう、ありがとうだよ。スターライト、ゆめまちゃん、雪ありがとう、ありがとうございます。愛のゆうりんご仲間は、ゆめまちゃん、雪ありがとう。クリスマスが来た。うん、もまこさんもクリスマスおめでとう、メリークリスマス、ありがとうございます。モフピー流れ星、ありがとう。カプレも雪、ありがとう。サトシもクリパ、ありがとうね。さきさんも雪、ありがとう。ヨウさん、こんばんは。まったりーぶ、でさ、流れ星ありがとう。カプレもこんばんは、ありがとうございます。いいクリスマス、本当に嬉しい。タカさん、ブッシュドノレ、ブッシュドノエル、ありがとうございます。いいクリスマス、ありがとう、嬉しいです。すゆき、こんばんは。うん、たまちゃんも、ゆき、ありがとう。せいさん、ゆき、ありがとう。牛タン、こんばんは、ありがとうございます。ね、あの、本当にここ最近私は結構あのインスタとかを更新、インスタとか TikTok を更新させてもらってるんですけど、ありがとうね、チェックしてくれて本当に。たま、ブチュドノエル、ありがとう。ガラダニョロロ、ディアス、ユキ、ありがとう。そう、 SNS 更新率が高いです。最近最近とても高いです。はい。そう、あのみやびちゃんとのね、仙台、仙台観光、仙台旅行、
だったりとか、そう、そうほぼそれのことかな、その内容だけど、うん、どれが気になったとかあります？SNS 慣れてきた。ウニスパゲッティ。あ、橋ね、福浦橋。うん。そう。みやびちゃんも投稿したいって言ってたんだけど、結構忙しいみたい。そう。なんか私がなんかどんどん上げちゃってて申し訳ないと思いながら。足湯、あ、足湯ね。足湯さ、そう。あれも本当誰でも利用できる足湯なんですけど、うん。丸猫さんもあの日結構寒くて、そうで、みやびちゃん足湯がすごい好きっていうことだったので、で私も気になってたし行ってみようってなったんですけど、そうで、その日は、まあ、平日っていうのもあって、地元のおじいさんかなが一人ね先に足湯されてて、で、まあ、まあ他にも座るね場所がまだあったので、そう、こう本当に正方形みたいな感じのか、そう座るところが、ね、椅子がこう囲われてて、で中がお湯でみたいな、内側がお湯温泉、足湯の温泉って感じで、そうで、まあ屋根とかがついててっていう。ささび、クリスマスプレゼントありがとう、クリップありがとう。そうで、そうなんです。で、まあ、入ろうってなった時にね、足湯よね、めちゃめちゃ暑かったの。何度だっけかな、ね、40何度だっけかな、43だっけ、めちゃめちゃ結構高めだったんですよ、温度が。そう、43とかかな多分、うん。で、そうなので、私最初多分お湯がこう出てきてる入り口のところ出てくる、もう本当に排水溝というかのすぐ近くに、こう A 君こんばんは入ったら、もう熱みたいな、つま先だけでも熱ってなっちゃって、これ無理かも無理かも、私入れないかもってなっちゃったんですよ。そうでも、みやびちゃんはなんとか入れてて、そう。みどりこんばんは。そうなので、私何回かトライしてたんですけど、入れるかなみたいな、とみやびちゃんはあ厚めだねみたいな感じで、そうなんとか入れてたんですよ。そう。そうそう、期待、そうなので、まあ、まあ、はい、何回かトライしてたんですけど、そしたら、くまもこんばんは。そしたら、その先にね足湯使ってたおじいさんが、こうしばらく入ってれば慣れてくるよみたいな、もう私がすごい格闘してたから、無理かも、熱い無理かもみたいな、なんかもう、そう、すごいちょっと格闘しちゃってて、でそれそういうね心強い言葉をくれたんですよ、おじいさんがね。そうでね、まったりしたのにすいませんと思いながら、そうで、あ、じゃあその言葉を信じて。そう、でも冷えてたっていうのもあるかもね、だいぶ足先が、うん、冷えてて、で、まあ多分その私は何回もそのお湯が真っ先にこう出てきてる、温泉が出てきてる場所でこう挑戦してたから、ちょっとそこから離れてみようと思って、そこが熊巻きありがとう。そうなの、そこが私が写真撮ったインスタに載せたあの場所だったんですよ、ちょっと移動してきた。え、クママキュンありがとう。そうなの、そこだったら全然違った、いけた、まあ、そのおじいさんからの言葉もありつつ、まあ、ちょっとね離れたっていう、源泉が出てきてるところから離れたっていうのもあり、いけたんですよ、なんとか。そうで、だいぶ入ってきたら、そのクママキュンありがとう。そうそう、程よい温度でした、程よい、うん、ほぼ源泉だったと思う、あの足湯は、うん、そうそうそう。
や、あのだんだん慣れてきて、もうすごくあったかくて、うん、ポカポカしてきて、で慣れてきて、こうちょっと余裕が出てきた私はもう一回あの入れなかった源泉がこう出てきてる、あの入り口の方をもう一回挑戦してみようって思って、ひでくんこんばんは、そう今ならいけるかもしれないって思って、みやびちゃん私もう一回そっちに行ってみるって、うんってなってそう、服を湯温泉につかないようにねってこう、そうアドバイスをもらいながら移動してそう、そしたら全然違った、やっぱ慣れてから源泉が出てる入り口に行ったら全然行けるの、え？なんであんなに暑がってたんだろう私みたいな、ほんとびっくりするくらい体感温度が違って、 HK こんばんは、そうだからあとはもうずっとそこで座ってました、場所を変えて、そうだからおじいさんの言う通りさすがもう何度も通われてるのかなそこに、うん、リナ、クリップありがとう、エクバマキュアありがとうさすがです、そうだから無事私はそこでまったりじんわり芯から温まり、うん、ね、経験者はやっぱり違うわ、ユキックスこんばんは、アダタラさんこんばんは、ありがとう、そうすゆこんばんは、ありがとう、こんばんは、きありがとうね、でも結構ほんと空いてたので、平日だからかな、そうだからもう30分ぐらいずっといたかも、みやびちゃんと一緒に足湯してた、えヤリス、クリップありがとう、こんばんは、きありがとう、テーマ、雪ありがとう、うん、もうねただねこうじわーっとこう海を眺めながら、うん、もう本当にねずっと使ってたいと思えるぐらい気持ちのいい程よい、うん、で周りもすごく静かで落ち着ける足湯でしたね、青しこんばんは、タカさん、純也クリップありがとう、うん、ありがとうございます、いやーよかったですよ、あそこは穴場だと思うな、土日とかはどうなんだろう、もっと混んでるのかな、うん、いいタイミングで行けましたね、竹丸こんばんは行ってみたいなね、ぜひぜひ良きですよ、うん、そう私も普段あんまり足湯は行かないんですけど、たまたま本当駅から、まあ、千葉駅、まあ、本当遊覧船とかある中心部から歩いて10分もかかんないくらい、うん、にそんな落ち着ける場所があって、ゆうすけ、雪ありがとう、いやほんと足湯、いやよかったあのまま暑い入れないで終わらなくてよかったです、うん、よかった、みんなが背中を押してくれたねえ、みやびちゃん温泉好きみたいですよ、寺ひろさんこんばんは、よかったです、そうそんなエピソードが詰まった写真なんです、あれはお湯に慣れてきたっていうその瞬間の写真だったんです、はい、ねえみやびちゃんがいい写真を撮ってくれてよかった、うん、たまちゃん流れ星ありがとう、そうなんですよ、戦いがありました、お湯との温度との戦いね、ママキありがとう、そう、そしてウニクリームパスタ、順番で言いますと、遊覧船ウニクリームパスタ、遊覧船ウニクリームパスタ福浦橋って感じ、くらばし足湯
ですかね、うん、おそ多分確か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 、うん、だったと思う。エッグママ、クママキンありがとう。そうです。ありがとうね。あ、橋の動画ね、ありがとう。嬉しい。そう、あの橋ね、渡ってみたいなってずっと思ってて、初めて渡ったんですよ。うん。結構長さあります。240メートルだったかな。220。結構そのくらいあって。うん、ずっと歩いてね、うん、ひかりきゅんありがとう。そうちょっとそうねエモい感じで撮ってみました動画を。あのそうねちょっと風は強めだったかな、まあ、海の上だったからねまさに本当に、うん、そうそうそう。であれも最初普通に動画をカメラ回してもらってて撮ったので後から TikTok で何の音にしようかなって選んでたんですけど、ジュニア可愛いありがとう、絵本さんこんばんは、ヒロくんこんばんはありがとう、テーマも雪ありがとう、そうそうバックナンバーさんの I love you にをね今朝ドラのね主題歌になってますけど、そうをなんかまあ今なんだろう、ま今結構流行りの曲というかトレンドの曲どれかあったらいいなって感じでこう当てはめながらね選んでたんですけど、なんかたまたまねほんとたまたまその I love you を選んでこう一緒に見てみたらなんかいい感じにマッチしてた気がして、えそう思いませんでした。ゆずるさんへクリップありがとう。あのサビに入るあの盛り上がる部分と私がこう振り返って駆け寄ってくる部分がなんか奇跡的にそう奇跡的になんかタイミング合っちゃって、えこれすごいって思っちゃってでなんかちょっとそういう、うん、エモい感じも出るし、うん、そう奇跡だったんですあれ、そうまさかの、うん、全然あの音楽に合わせて撮ってたとかじゃなくてたまたま、うん、だったんですよ。そうなんです、うん、だからあの曲を選びました。そういやでも TikTok 割とそういう奇跡起きることが多くて、あのウニクリームパスタの動画もあるじゃないですか、そうあれもまあなんか選んでたんですけど、まあなんでかなあの曲いただきますという曲だっけ、なんかたまたま出てきたんですよね、なんかおすすめみたいな感じで、そうなんかあれも私がいただきますって言ってからてっ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 てこう始まる感じとかで、まさにそのいただきますと言ってからみたいななんかこうつながるなって思っちゃって、そうでまあ、そう思いながらこう見てたんですけど、でその歌がそう歌が歌詞が一通り終わって、まあ、BGM だけになるシーンあるじゃないですか、そうでそこから私がこうなんだろう食べた感想を言い始めたのもなんかすごいタイミングがいいなって思っちゃって、サトシ、ラブレターありがとうそうだからここもまた奇跡起きたって思って、そうタイミングがバッチリすぎて、うんねびっくりなの、うん、だからその BGM を選びました。編集うまいなと思ってた奇跡なんですよどっちも、なんかまさかのすごいよねなんかそう奇跡が起きた。うん、吉野部さんこんばんは、にゃん兄さんこんばんは、にゃんた兄さんこんばんは、つなまるさんこんばんは、ミラクルでした、そう奇跡、にゃんた兄さんクリップありがとう。そうだからね助かってます、助かってますっていうか奇跡が起きてます。あー本さん、トナカイサンタさんかな、
ありがとう。くまサンタさん、ありがとう。たわー、本さん、くまサンタさん、たわー、ありがとねー。ウレピオ、ウレピオです。あ、トナカイ、トナカイさんと、ありがとうです。ありがとう。そう、メリークリスマス、ホンさん。そうなんですっていうね、奇跡が続いてました、私の TikTok。 ありがたいことに、うん、ザンさん、こんばんは、ありがとう。いやー、でも楽しい、楽しいです。まあなんだかんだちょっとまあ編集というか、まあ、音量上げ下げとかはやったりはしてますね、やったりはしてますけど、なんか基本活かせてる感じは嬉しいなって感じ。うん、サトビッキュー、ありがとう。ウニクリームパスタ、そう、ウニクリームパスタね、前にサタデーウォッチの中継の時に、私がこうちょっと研修という感じでついていった時に、その時に看板にね、こうバーンって出てて、うわー美味しそうってずっとその時から思ってたんですよ、うん、それで今回はもう即決でした、これ今回はこれにするって、うん、だったんですけど、でもね、いろいろほんと海鮮系のねお店だったんだけど、うん、でほんと海鮮丼とかもあるし、まあ、カキフライ定食とか、そういう海鮮を生かしたお刺身定食とかもあるし、まあ私みたいにウニクリームパスタとか、あと、え、みやびちゃんまだ何食べたか言ってないよね、きっとね、まだ、じゃあ内緒かな。あと何があったかな、え、何があったかな、でも本当にいろいろありすぎて悩むんですよ、うん。そうそうそう、言ってないよね、そう、いや、めっちゃ迷ってたね、みやびちゃん。うん、美味しかったです、ウニクリームパスタ、美味しかった。しかもそう、私も動画見てから気づいたけど、すごい湯気出てたね、なんか食べた時はそんな熱って感じじゃなかったんですけど、なんかほかほか感出てましたね。タカさん、オーナメントありがとう。あ、パフェ、カフェね、カフェは足湯の後かな。そうだそうだ、そうですそうです、足湯の後、うん、足湯の後に行きました、うん、そうですそうです。そう、あそこもね、すっごく雰囲気、そう、あそこのカフェもそのサタデーウォッチのね研修の時に行って気になってて、ちょっと行ってみたいなって、そうなって、そう、無事 お席も空いてて、うん、行けましたね。で、しかもそこのソフトクリームがすごく美味しそうだったの、まあ、看板になんとかミルクソフトクリームとかってのなってて、え、めっちゃ美味しそうってずっと思ってたので、そう、もう私はだからそこももうパフェ一択でしたね、うん。そうなの、もう、そう、あそこはあのお店はカステラとかプリンがね、こう結構有名なお店なんですけど、私はそこでソフトクリームが食べたいと決めていたので、はい。そうなんです。え、美味しかった、ね、きなこがめちゃめちゃ美味しい、きなこ、パフェの中で私はきなこに感動しました、深入りきなこって感じで、でももう全部自家製のものなんですよ、そう、きなことソフトが合うんですわ、あれすごくいい、うん、
あんずも美味しかった。ドライフルーツあんずも乗ってて、煮たあんずかな、美味しかった。あとホットミルク、ホットミルクがすごい好きで、私それもホットミルク一択だった。絶対ホットミルクって。なんか今回即決が多かったかも、私今回の旅。うん、優柔不断あんまり出なかった。サトシ流れ星ありがとう、チコバルボン、クリップありがとう、ありがとうございます。ホットミルクめっちゃ美味しかったですよ。うん、まあ、あれかな、こう自分でここへこここう行ってここ行ってここ行ってってある程度こうやっぱ考えてたので、だからこうトゥントゥントゥンってこう決められたのかもしれないですねある程度想定してたというか。うん、そうねえ、ちょっと充電した、ガサガサ言うかも、ごめんね。大丈夫かな、高さ大丈夫かな。なんかそんなストーリーの詰まった、はい、松島旅でしたね。いやでもあの遊覧船も本当良くてですね、やばいこの話が止まらなくなる、あのまあちょっととりあえずここまで、また明日話すいやずっとねケーキがここにあるんですよえ待って、配信始まってからどのくらい経ちました、時間同じ遊覧船乗ってた、あれいいよあの遊覧船。1時間、やばい、ちょっと1時間ケーキがここにちょっとある状態。クリスマスといえばクリスマスといえばケーキです、ケーキです、ケーキですので、ケーキ食べましょうみんな、もしみんなもケーキがある方がいらっしゃったらケーキ食べましょう、ケーキ持ってきてください、ケーキ持ってきて、待ってるから持ってきてください。ケーキ大丈夫かな、一応保冷剤とかはあるから大丈夫かな食べましょうケーキ、ケーキ待ちぼうけ、ケーキきた、ケーキ持ってきて、食べよう、ケーキ食べよう、クリスマスだもんね。うん、アイスケーキ美味しそう、そうシャンメリーは明日にしようと思ってました。うん、シャンメリー明日ケーキ、今年はどんなケーキでしょうか。何ケーキでしょうか。はじめましてさん、こんばんは。私も初挑戦のケーキですね。多分そのケーキは毎年毎年こうある人気ケーキって感じであるんですけど、私は食べるの初めてですね。うん、シャメリーは下にする、すみっこ暮らしのケーキ、うん、いや変化球とまではいかないかな、うん持ってきた、じゃあ出しますよ、今回は。お、大丈夫かしら。はい、今回のケーキ、よいしょ、はい、サンタさん、かわいいねこの箱が、ケーキ一緒に食べようみたいな
可愛いね。とても温かみのあるサンタの笑顔。ケーキ買ってきたよ。一緒に食べよう。ね、箱もめっちゃ可愛いよね。箱もめちゃめちゃ可愛いのです。クリスマス感が満載。え、モフピーキュー、ありがとう。先生可愛い、ありがとう。まあ、僕もは。さあ、そして今回どんなケーキかと言いますと、開けます。開けます。開けますね。ケーキ。おいで。出ておいで。あー。出てきたー。やばい、ドキドキする。ドキドキする。よしよしよし、成功。大丈夫、何も起きてない。見て見て、かわいい、かわいい、見て、めっちゃかわいくない？その名もですね、その名もこちらのケーキは、ピオちゃんのハッピークリスマスです。ピオちゃん。はい、サンタもね、ピオちゃんの頭に乗ってます。しかもこのティアラ、ティアラも可愛い、似合ってるよ。ピオちゃん可愛いでしょう。もうまんまるって感じで、そう、ピオちゃんの顔のクリスマスケーキ、メリークリスマスってね。で、この葉っぱのチョコも可愛い。今回はこれにしました。いや、これ卵屋、森の芽吹き卵屋さんのケーキなんですけど、そうね、可愛くて食べれない、食べられない。もう毎年一番人気ということで。かわいい。ピオちゃん、ピオちゃんの顔。よかっけ、ありがとう。ピオちゃん、そう、ピオそう、可愛くてさ、仙台のお店ですね。そうです、仙台のお店です。よかっけ、ありがとう。いや、可愛くてさ、これはね、飾りかな、これは飾り。可愛くてさ、ちょっとどこから食べようっていう感じではあるんですけど、やっぱりピオちゃんの写真撮ってない、しょうがない。ちょっと待ってて、じゃあちょっと待ってて、今撮るね、このスマホで撮るから、ちょっと待ってて、ラジオにします。 OK、 大丈夫ですか、大丈夫ですか。私のこの静止画になりました。ちょっと待っててね、ラジオ、ラジオ来た。ちょっと今写真をね、ピオちゃんと一緒に写真を撮っています。ピオー、ピオと。ちょっと待ってね、聞こえてるかな、この声は。聞こえているのでしょうか。聞こえてるかな。よいしょ。OK。
撮ります。ピヨ、もう一枚。何枚か撮りますね。聞こえてるのかなこの声。もう一回行きます。よし、取れたのではないでしょうか。ピオとどう？あ、聞こえてた。よし、戻ってきたかな。はい、戻ってきました。あ、カシャって聞こえてた。本当？よかった、撮れました。あとその写真も載せます。ピヨー、ピヨー、ピヨのどこ、ピヨのどこ、ピヨ無事だった。ピヨの、いや、これはちょっと切り分けて、まあ、家族みんなで食べるんですけど、やっぱりお顔のところかな。お顔のところでしょうか。やはりお顔でしょうかね。ピヨ、ピヨちゃん、ピヨちゃん、後頭部、後頭部がいいかな。悩む。後頭部、後頭部いくか。よっしょ、後頭部いってみます。みんなの苺がサクッとしております。これ消えたかな。ピヨ、ピヨ、ピヨを切り分けます。あー難しい。あ、激ムズ。よし、あー倒れた。ピヨが倒れちゃいました。よいしょ。ちょっとピヨが、まあでもちょっと待って。ピヨ大丈夫。ピヨはね、無事です。私がちょっと。よいしょ。あ、マーボー、ブッシュ整える、ありがとう。よいしょ。ちょっと一回ピヨしまいますね。ピヨを箱の中にしまいたいと思います。よいしょ、ピヨ箱の中へ。よいしょ。このメリークリス、はい、ピオはね、いますが、ちょっと後ろを切らせていただきました。
え、このチョコも食べたい、このチョコも食べたい、チョコもいただきます。ピオね、ピオありがとう。あとまた家族でピオをいただきます。ありがピオ。よし、ということでピオも無事箱の中に戻ったということで、わー、ケーキ倒れちゃいましたケーキが倒れてしまいましたが、まあ、断面はこんな感じです。ほんとショートケーキって感じ。うん、あ、ちょっと待ってください。いいよ、開けて、はい、よいしょ、うん、よいしょ。ピオは冷蔵庫に行きましたピオちゃん、ピオ一回ね、冷蔵庫に行ったのか、そのまま食べるのかはい、ということで、いやでもまだね、保冷剤も溶けてなかったんで多分大丈夫だと思います。うん、そう、こんな感じでショートケーキになりますよいしょ、わあ、上から行こうかな、このいちごが乗ってた上のところから。ジュリアさん、ハートありがとう。はあ、クリスマスケーキって感じ。ジュアさん、キューありがとう。食べる？クリスマスケーキ、メリークリスマース。あー、ギリギリまで近づけるなあ、おいしい。え、いちごがとっても甘くておいしい。そしてこのスポンジもふわ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 で、きめ細やかで、生クリームもね、甘さ控えめなんです。え、パクパクいけちゃう。この周りのふわふわは多分スポンジをの細かくしたものかな。スポンジをこうね、細かくして断面表面につけたものかな。はい、ピオ美味しいよ、ピオサトシ流れ星ありがとう。あ、卵屋なのでやっぱり卵にこだわられたスポンジだから美味しいんですね、きっと。そうだうん、良い卵で作られているこのスポンジは。え、こんなにふわふわなスポンジケーキに出会ったことないかも、私。え、卵って大事使う卵大事。メンマ茶うまありがとう。マサこんばんは。
わあ。なんか本当自然な甘みという感じで、そこにこのいちごのね、いちごの甘酸っぱさがちょうどいいな、酸味というか。じゅんやさんいいね、ありがとう。ね、もっとちょうだい？仕方ないな。この美味しそうなところ。ああ。食べて。おいしい。すごくふわふわじゃない？ね。だよね。違うよね。やっぱ卵を感じるじゃん。良き卵の味が生かされている。うん、なんかもはやカステラに近いんじゃないかっていうぐらいきめ細やかなふわふわ感。うん、スポンジケーキの概念が、うん、変わる。うん、カステラみたい。ピオちゃん、ピオちゃんを感じる。ピオー、ピオちゃん美味しい。うん、これは人気ナンバーワンですわ。うん、ピオちゃんはふわふわでした。ふわピオ。うん、この葉っぱのチョコかわいい。メリークリスマス。もう完全予約制ですね、ピオちゃんケーキは。ですので予約しておきました。大運図さん、こんばんは。抹茶だ。抹茶です。本当に。うん、抹茶、ホワイトチョコと抹茶。おいしい。うん、抹茶、抹茶。うん、縦に割れたのが面白い。縦に割れるんだ。マニマニ、こんばんは。うん、美味しゅうございました。
ごちそうさまです。葉脈のように言われた。ほんと拍手もの。うん、使った。ごちそうさまでした。みまちゃんブラボー、ありがとう。ブラボー、美味しかった。ふわふわだったな。ん、まだついてる。あ、光るクリップありがとう。クリスマスプレゼント。ん、取れた。あ、先生もオーナメントありがとう。いいね、やっぱクリスマスケーキかわいいね。かわいい。おきゃわ浸ってますよ。うん、ケーキって幸せな気持ちになれる。ピオちゃん、あ、テンさんクリップありがとう。嬉しい。やっぱりケーキですな。あ、テーマもクリップありがとう。そうね、予約必須。タマもクリップありがとうね。サトシーもありがとう。キュン。ピオシンコさん、え、ピオちゃん。こんばんは。さっきさん、ブッシュドノエルありがとう。ブッシュドノエルもまた久々に食べたいな。総一郎さん、キューありがとう。ピオちゃん、あずむさくまは、そうね、今日はみんなケーキの箱を持って歩いてましたね。ピオちゃん、黒犬こんばんは。ピオ、ね、ああいうなんかもうザ可愛いアニマルケーキみたいなの食べたの久々かも。驚かれたピオ。え、このピオの流れを見てってわけじゃないんですかね。本当にたまたまずっとピオなんですか。すごっ。え、生まれ変わり。早っ、生まれ変わるの早い。奇跡起きた。 TikTok の楽曲に次ぐ。だって初見さんなんだもんね。そう。クリスマスの奇跡起きた。え、本当に、え、どっち、私すぐ信じちゃうからさ。え、本当ですか。ピオちゃん、ガチ奇跡。アデノシンクリップありがとう。うーん。奇跡起きたわ。手が込みすぎてる、本当に。そうなの。面白い。ガチでピオさんだった。みんなめっちゃ調べてくれるじゃん。めちゃめちゃ見られてます。あのピオの奇跡。
面白い卵屋の人まさかすごい、じゃ本当に奇跡か、すごーびっくり確かに特にねその後コメントもなくリアルなのかな、リアルに、ええなんでなんでってなっちゃってちょっと困っちゃってるかな、大丈夫かないや大丈夫ですよえ来たん、あー奇跡ピヨ奇跡ピヨあるんですね、やっぱり奇跡ってね、うん、本さん、クリップありがとう世の奇跡でした立川内さんこんばんは、冷蔵庫奇跡に感謝、よいしょ、明日もミルピオよろしく、やったー、明日は8時15分ぐらいからするね、ピオちゃんの歌、ピオちゃんの歌いやタイミングがまさかすぎてごめんね、なんかすいませんびっくりしちゃってまさかでしたね、はい、よいしょ、よし、じゃあクリスマスの歌でも歌おうかしら、よいしょ、歌っちゃおうかしら、クリスマスのお歌でも、何歌う？何歌う？何からいく？何からいきますか？ちなみにノエルの夜、あなたとクリスマスイブ、赤鼻のトナカイ、あ、まずはかわいい、あ、今年もね、今年も今年もあのカラオケ歌われてるランキングでこの曲が第1位です、リンリンリンとかドンドンドンとかが、そうなんかミックスした歌詞があったような気がしたなって思ったの、思い出したのふと、そうだから、あ、5番あるってなりました。1曲目アバテンボーのサンタクロースでした、ありがとうございます、ありがとう、みんなギフトもね、ありがとうねいやこれがね去年も確かこの歌われてるランキング1位だったんですよ、そう、次2位、2位はね、あ、これですわ、これもクリスマスといえばっていう、ちょっと待って、
キーをちょっと変えよう。ちょっと待って、1個上げてみよう。歌えるかな。うん、定番。え、絶対知ってる、絶対知ってます。ちょっと待って、くるくるしてる、読み込んでますね。読み込み中、読み込み中、読み込み中、読み込み中。あらあら、もう一回。読み込み中。あら、重いかな。みんな歌ってるから、アーリエル、アーリエルありえますね。あー、これも好き。え、なんか全部重いかもしれない。ちょっと待って、え、やばい、激重説ある。なんということだ。まあそれはみんな歌いますね。あら、他の曲行ってみようか。他の曲行ってみましょうか。他の曲でも、どの他の曲でもなんか、やばい、ぐるぐるだ、なんということだ。慌てんぼうのサンタクロース奇跡、慌てんぼうのサンタクロースの奇跡が起きた。ちょっと一回時間置くか。なんで奇跡の慌てんぼうであった。一回ラジオにしてみようかな。ラジオにして、これ戻して、カラオケ。あー、ぐるぐるだ。なんでやねー。キャーン、コミコミである。いや、クリスマス曲以外も選んでみたけど、ぐるぐるですね。ぐるぐるカーテン、カーテンの中、そよ風と太陽、私包まれた私。ひょー、重いのかな。まあ歌うよね。みんな歌いますよね。もう9時なの？マジ？ 9時、え、早っ、え、9時、え、早っ、え、もうそんな経つの？え、
ほよ。一番歌う時間一番歌う時間か。そうなのか。9時は一番歌う時間なのか。みょんちゃんこんばんは。一番混み合う時間なのか。なるほど。ちなみにあの2位の曲はクリスマスイブ、あのバックナンバーさんの会いたいと願う回数が会えないと願う声が君のことをずっと離れない。そう、それが2位だったんですよね。で、であこれ歌いたいと思ったのが、次に歌いたいと思ったのがあのイコールラブさんの制服クリスマス。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー。そう、そうで、その次に歌おうと思って選んだのが12月のカンガルー。12月のカンガルー、僕の中には君がいる。そうのはずだったんですけど、カンガルー前も歌ったっけ。え、あとはあれ、メリーメリークリスマスハニーハイ、やばい混んでるよカラオケが、悔しい。あ、訳したクリスマス、夜が跳ねる頃にはサンタクロース、サンタクロース、サンタクロース、ゼロイカツ、ずっとそばにいて大好きな。ダックくん、お水ありがとう、お水ありがとう。スピード、え、はーて、あれ違うかな、そっちじゃない、え、もういけるかな、まだかな、原曲だったらいけるのか、ダメだー、なんということだ。他のルームでもこうなのかしら。ちょっとこれで待ってみようか、くるくるにして。いや Wi-Fi、 そう Wi-Fi かなって思って Wi-Fi 切ったんですけど、 Wi-Fi 切ってもダメでしたね。ピエピエン、あと久しぶりのリップグロスも歌おうかなって思った。久しぶりのリップグロス、あの日より輝いているよ。普通に歌ってる？え？マジ？どうして？私のルームの問題ですか？どうすれば戻る？どうすれば戻ってくれる？再起動。再起動。いや再起動したらね、ランキング更新できないんですよ。ちょっと。バグってしまったのかしら、私の。もう一回ラジオなぜかラジオにするという、もう一回。
あれ聞こえてますか？あら？あら？あれ？戻ってきた？大丈夫かな？大丈夫？配信切れてないよね？大丈夫だよね？大丈夫？あー、よかった。怖っ怖い怖い怖い。ちょっともう一回。よかった。あ、ありがとう。よかったよかった。 OK、 よかったよかった。すいません。カラオケにして選ぶ。いけるかな。お願いお願いお願い。あ、来た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 。よかった。ちょっと私のバグだったのかな。やった。え、歌えるかな。でねえねえ、よかったよかったよかった。みんなの願いが通じました。よかった。このままいい調子でカラオケ機能が。どこかで鐘が鳴ってらしくない言葉が浮かんで寒さが心地よくて、あれなんで恋なんかしてんだろう。せいやらなんだと繰り返す歌とわざとらしくきらめく街のせいかな。会いたいと思う回数が会えないと痛いこの胸が君のことどう思うか教えようとしてる。いいよそんなこと自分でわかってるよ。サンタとやらに頼んでも仕方ないよな。できれば横にいてほしくてどこにもいてほしくなくて僕のことだけをずっと考えていてほしい。でもこんなことを伝えたらかっこ悪いし長くなるだけだからまとめるよ。君が好きだ。わー、歌えた。イエーイありがとう。クリスマスソングでした。ありがとう。ギフトありがとね。いいね、やっぱクリスマスはこの曲聴きたくなりますねもう究極にほんとサビが素晴らしい。うん、あ、これもあるんだ。私の一番可愛いところに気づいてるってこれ、あ、待て待て、ちょっと待てちょっと待てえ、よかった、治ったわ。ぐるぐる、やっぱさ、あれどこだ、あ、これだこれだ。よし、ぐる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 、よし、これえ、久々に歌うかも君に似合うと思ったんだ。グランチェックのマフラー、見たことない景色は僕らの制服クリスマス。
特別な日なのにごめん待たせちゃって抱きついたところ鼻で恥ずかしそうに笑う君に似合うと思ったんだグレンチェックの枕つないだ手のひらから好きが溢れるコンビニケーキ冷めたチキン完璧ではないけどこれがきっと幸せ僕らの制服クリスマスすいません申し訳ない出てこなかった出てこなかったごめんねおこれかちょっと待ってキューピッドタワーえキューピッドタワーえありがとうえ待ってえごめんなさいえ若ちゃんえ若ちゃんごめんえ歌い直すごめん若ちゃんごめんえごめんマジでごめんごめんごめんなんでありがとうちょっと明日歌う明日待って明日は練習しとくねちょっとあのフルで歌う明日本当にごめん明日リベンジさせて明日見に来れるから大丈夫かなごめんあの今ごめんねあ本さんもクリスマスプレゼントありがとう来れるごめん本当ごめんマジでごめんありがとうねキューピッドタワー若ちゃん若んごめん本当に申し訳ない本当に申し訳ないソーリーすみません明日フルで歌うあごめんよごめんねなんてことをしてしまったんだ私はよしでは次はAKB 行こうかな。